れでよしと。ひき肉は買ったし、じゃがいもはうちにあるし。うん、オッケーオッケー。またうまいって言ってくれるかな、あの人。お兄ちゃんがあの人と決闘した時は驚いたけど、まさか倒しちゃうとは思わなかったよ。優しいだけじゃなくって本当に強いんだよね。正直に言うとさ、羨ましかったんだ。みんなすっごく楽しそうに休みの日に遊んだ話とか、テレビのアイドルの話とかしてて、僕には全然ついていけないことばっかりで、なんだか一人取り残されちゃったみたいで、せっかくの高校生活も何もないまま終わっちゃうんだって。でもそれも仕方がないんだって諦めてた。自分はみんなと違うんだって思うことで無理やり納得させてたんだ。でもあの人は僕のこと一生懸命楽しませようとして遊びに連れてってくれた。そんな風には言わないけど、僕には分かったんだ。それがすっごく嬉しかった。僕の料理みんなが喜んでくれるのも嬉しいけど、誰か一人のために作るのってもっともっと楽しいんだ。これからもずっと作れるといいな。